そうですね、やっぱりこう伊豆って新しく作り直された状態でこう劇場版を迎えてるんですけど、そこでこうこの60分間、このリアルタイムの60分間でどうアルトと伊豆の成長が見られるのかっていうところをすごい注目して見ていきたい、いただきたいなって思います。かなりこう注目高まるところですけど、実際こうご自身鶴島さんとして完成した作品見てどうでした？いや、興奮しました。うるうる来ちゃいましたね。うるうるの方なんですね。はい、なんかこう1年間やってきたっていう私自身の思いももちろんありますけど、こう伊豆とアルトの関係性にうるっと来てもらえたらいいなって思ってます。本当に視聴者の皆様を大変お待たせいたしましたという気持ちが一番大きくて、本来だったらこう僕らの映画を夏にお届けできてたものが、まあ、こういう状況下の中で、まあ、今こうして冬に公開させていただいているので、まあ、本当にお待たせして申し訳ないなという気持ちとともに、お待たせした分素晴らしい作品を作り上げられたと思っておりますので、本当にそれはお楽しみにしていただいていいかなと思っております。